TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーーーバザパソナリティのジェーンスでです堀井美香です毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました本当にお疲れさん毎回およそ30分私ジェーンスーと堀井美香さんが語らい皆様から届いたメールを読み太陽の向こう側をオーバーと目指していくそんなトークプログラムとなっておりますというわけで先生 はい皆さんにまずお礼を本当そうですね間違えました私最初に先生って言いましたけどあなた会長でしたもう肩書きを初体で間違えました先生じゃない会長いや本当に皆さんありがとうございますありがとうございました緑のオーバーザさん7月の6日皆さんにご参加いただけたおかげでですね無事に 大変楽しいイベントになって終わりました。ありがとうございました。今回ね、遠方に住んでらっしゃったり、ご都合が悪かったりでいらっしゃれなかった方、大変申し訳ございませんでしたが、また次回チャンスがあったら。本当です。でも皆さんにもあの熱気をちょっと今どういう形かにして、まあ DVD はないですけど、なんか短めのものでね、見られるように。こんな感じだったんだっていう。はい、もちろん無料で配信して。 思ってますので、ああ、いや、そうですよね。ねきっとね、はい、お待ちください。作っております。はい。さあ、今週はですね、はい、皆さんからの感想メールをちょっとお読みしたい。いやでも本当にですね、あのまさかこんな風に実現するとは思いませんでした。まあ言い出しっぺは誰ですかって話ですけどね。いや、私があの運動会やりたーい。 なりたいんだけどって言ってもんですね。皆さん形にしてくださって、本当にありがとうございます。青春の1ページでした。ね。本日のメニューを先にお伝えしておきましょう。珍しいこともやるもんです。本日は皆さんからいただいたメールを読みながら、え、オーバーザさん、緑のオーバーザさんの運動会を振り返るコーナー。そして、その後、真剣大人喋り場、ノーパンノーブラ選手権。こちらのアンケート結果が出てまいりましたので、こちらを後半お届けする。 もうこれはですね本当びっくりな結果が出てますからねあの、はい、今週結構いろんな人に「はい、私ノーパンです」とか「えー、私ノーブラです」とか言われませんでしたあそうですねあの運動会の日もですねあの前日に配信があったじゃないですか、はい、だからいい大人のなんか男の人たちがあノーパンですっていうですねそりゃそうだろうあんたらノーブラだろう <laughs> 常に。<laughs> 今の時代では、考えられない挨拶が飛び交ってましたね。ねあの日も、あの日も、ねはい、大変でしたけれども。じゃ、まずはですね。はい。 皆さんの大運動会の思い出。えー、ま、あの、まず先にですね、ミカ、はい、さんと私が何をしたかっていうとですね、えー、前日、金曜日の時点で私たち横浜に入りました。はい、というのも、翌日朝9時半にはもう会場ということだったので、リハーサルができない。はい。投資リハをやろうということで行ったんですけど、はい、まあ、投資リハがざっとやるはずが、ええー、あれスタートしたのが6時ぐらいですよね。はい。終わったの9時、10時とかそんな感じでしたよね。 そうですね、だから投資リハってもちろん競技とかやってないんですよ。ええ、でざっとやって、ええ、であまりに会場がでかいんで私も堀井ももうリハの時点でヘロヘロ、ええ、かつ、はい、これ大丈夫かなって、うん、正直思いましたよね。まあとこれの大きさで根っこに満員の人が入って、はい、私たちが。 ハンドルできるかなっていう,う、うん、自信のない感じもありましたよね。うそうですね。で、ホテル帰って、バ、えー、タン9で寝て、はい、翌日に会場に入り、はいはいで、そしたらですね、私ね、<ー>会場が何がすごいって、えっと、9時半からお客さんを入れるんですけど、我々9時からしか入れなくて、うん、9時に急いで入って、はい、で もうその時点で,でもたくささんんんお客さんが並んでるとかね,でね、はい、でメイクしたりしてる間に、うん、完成がすすすすごごいででかったですあの楽屋までやっぱりちょっと聞こえてくるぐらいで、ね、何にもやってないんだよまだそうなのにその待ち時間がやっぱ1時間ぐらいあって、うん、まあ皆さんねいろいろ物販見たりとかしてくださっていて、うん、でそれでも完成がすっごくってそう映像がかかったりとかした時点で、うん キアーもう私たちが袖にあのスタンバってる時にはもう何とも言えない熱気でしたねちょっとあの時一瞬私思ったんですけど私たちはこう、はい、角の四つ角のうちの一つの裏側に扉の裏側にいたんですけれども、はい、会場がキャッてしなくて「あれこれ会場間違えた?」みたいな「<laughs> うちらの会ではないのではないか」って思いませんで <laughs> 思いました。 違う違う会場間違えてるよって言われかねないなでも皆さん本当にもうなんか一丸となって盛り上げようみたいなそ<う>一人一人が頑張ってくださって盛り上げにあのねやっぱりなんて言うんですか、えー、年齢は様々でしたけど、はい、やっぱ中央値というんですか、えー、中心にいたのは40代、えー、50代、はい、60代だったじゃないですか、はい、あのねそこそこ人生過ごしてきた女は信用できる <laughs> おじさんもそう ね、そ,うそこそこ人生過ごしてきた人間たちは信用できるみんなで何かを作り上げようとしてる空気が生まれましたからやっぱねあとあの何て言うんですか数組み上かみ組みたいにしましたけども、うん、やっぱり皆さん何て言うんでしょうあの 競わないんだけれども、競うことを楽しんでくれてる。そう,そう。で、はい、私、三日組がいいんですけど、とか、そういう人もいない。うん、いない。はいはい、私、数組ね。はい、私、三日組ねって言って、はい、みんなそれで、自分の役割をちゃんとやってくださって。ね、やっぱりみんなね、役割、それ、そこそこいろんな役割やってき,たたって,きてるから。分かってるから、与えられたものをどれだけ自分でパフォーマンスするかっていうのを、素晴らしい。だから、大会としては素晴らしかったんですよ。信頼感半端なかったね。半端なかったです。本当に。いや あの年代が集まって何かやるって素晴らしいなと思います、うん。本当思いました。あのなんかこらしいよね。思ってみればやっぱ今回運動会でしたけれども、はい、また運動会もやりたいなと思ってます。うんうん、今回参加できなかったら。ね、でも本当いろんなあの集まっていろんなイベントができるなっていうのを思いました。本当そうですね。いろんな大会っていうんですか。あとやっぱり今回思ったのは、ええ、今までは我々が、ええ。 負けへんでといろんなものに挑戦したり失敗したりっていうのを見ていただいて楽しんでいただくんだったんですけど参加してもらった方が、うんうんうん、そうですね参加するものにしましょうこれで会長会長まだ何も決まってないんだよあの <laughs> 先にそこだけ決めまういろんな大会をしましょう、うん、ね餅つき大会もありますでしょやめてねね、3000人で我慢大会もあるでやめろよそれみんなが毎日やってることそれ私たちが毎日日常でやってること我慢大会 もいろんなみんなが揃って何かやるっていうのはいいなと思いましたなんかやっぱ参加していただくことでこんなにエネルギーが循環するとは思ってなかったのでそうなんですあのんか今までにない切磋琢磨する感じそうそうあと一体感ってこういうことねっていうそうですねゴールに向かってでもゴールにこだわらないっていうのも良かったです今回ですね 競技は6つ。で、そのうちの2つが座席でできるじゃんけんや二択クイズ。そして最後が盆踊り。で、間にお昼休みがあってっていうことで、正直盛り上がるポイントなかったんですよ。そんなに。みんなが楽しんで、わっはっは、あっはっははあったとしたけど、想定してましたけど、最後、綱引き。何あれ熱湯甲子園みたいなやつだじゃん、みんな。うわ割れんばかりの大活。みんな涙して。 ててを見つめ「3,000人綱を見つめて」っていうドキュメンタリー作れたよね <laughs> 三千人綱を見つめてもうね引いてる人ももうねそう死ぬかと思うぐらい弾いてるにそうな,のなんかもう今までの全,全人生の力をここに込めるみたいな引き方をしてらっしゃいました、うん、皆さん。私ねこの間のインスタに上げたんですけど、はいろいろ嬉しかったポイントはあるんですけど一番嬉しかったのが。はい この人たち日頃絶対人のために生きてると。はい。中心は人のため。えー、家族のため、会社のため、えー、親の介護とか。えー、だけど、今この瞬間、綱引いてる時は、全部自分のために全力使ってるって言てとで、はい。ちょっとそれで、うるっときちゃって、自分で。自分で紡いだ。自分の物語にうるっときちゃって。よくあるやつ。必死の顔してんの、<う>みんな。もうだもう。一瞬でも冷静になったらおしまいですよ。だって、綱引っ張り合ってるだけなんだから。<laughs> すすごかったですよヤマハさんのプップルかわいいリンゴのアップルね、はいはい、プップルがあの応援に来てくれたじゃないですか可愛、えー、らしい、えー、着ぐるみも着てあともう一個さ私たちが「黙くとかさいろいろ「くもすけ」とか適当に名前つけて呼んでた TBS、はい、のあれ結構可愛くて人気だったんですけど、はい、あれ名前決まったみたいです。あら あの新キャラの名前はワクティー。ワクティちゃん。ワクティってなんか高校の時の同期生のあだ名みたいね。<laughs> ワクイのあだ名。<laughs> ワクティだ。そうワクティーはさ、そうそう、全然ワクイだよあいつ。<laughs> はい。あとやっぱハーフタイムショーの鉄トモさんね。最高です。もう本当に鉄トモでよかったですて鉄てこと友鉄トモさんで。会場をロックするっていうのはああいうことだなって思いましたし。本当に フジロックとか出た方がいいと思います私。いやーもう、もフジロック出るべきな本当に出ていった瞬間のそうあの空気が変わる感じとか、素晴らしいですねみんながうっすら気づいていたシークレットゲスト、うん、ジャがじゃーんの時に、うわーあれね、<laughs> あの多分鉄腕のさんもギターを弾いた段階で <laughs> うわーって3000人言われたら生まれて初めてだと思うんですよ。<laughs> え、何何ってなったと思うんですけど。 で鉄さんが会場をもう走り回,るっ,走り回って、そうでそのそれと一緒にウェーブが会場がうねる。私たちあれよねややりたかったけどさ、はい、やっぱウェーブなんてすごいやって、はいはい、やっぱプロに任せた方がいいわないのね。本当ですね。うわっつって素晴らしい。で私たちさ本当は出ちゃいけない場どこなんだけどさ、えー、もう知りたいからもう袖から完全に出てずっと動画撮っててさ。<laughs> なんです晴らしい一瞬に巻き込んで本当に大感動でしたで後半待ってる間のその BGM の時にんか世代的にね大場ザさん世代の人たちが楽しむような曲っていうのをスタッフが選んでくれたんですけどサバイバルダンスの時に「フー!」って3,000人ぐらい「えっ何何?」と思って勝発的にみんな「フッ!」って言っちゃったんですもんてかあの オーバーザさんのお,お客さんの中には陰景の人もいるはずなんですよ引っ込み思案の人もいるはずだしあのだって最初の、はい、最初の,最初のそこで「ふう」っていうんだったら最初の「すんすん」の時もっと声出して歌ってくれるって話なんですけど <laughs> なんでもやっぱり今まで「ふう」なんて言ったことのない人たちがいっぱいいるはずなんですそ,でその人たちが「サバイバーダンス」フー「ふう<ー>!フ<ー>」「ふう!」って私 <laughs> 楽屋に聞こえてきて「え何何何?なになになに」 今、今何が起こってんの私たちがいないところで今、いないのに起こってんのうちらの人、所詮そういもですよ。<laughs> パセリですよ。そう。もう、でもね、そう、すごい盛り上がるところと、あの、私の知り合いは、あの、本当両国間の相撲を見てるみたいにみんな、うん、あの、 自由に出たり入ったり、お弁当を食べたり、たりね、お菓子広げたり、で、感染が始まるとワッハッハって笑って、喋ったり、ね、自由に過ごしてて、それは素晴らしい空間だったって言ってました。もう次、国技館ね。<laughs> ただあの相撲はいろんな理由があって土俵に上がれないんであの国技館でなんあのでも国技松積にご除会にそうやって爆笑だよね。爆笑でみんなでおおやつ交換し合いながらさ。まあそういう空間でした。熱くもありみんな感動して泣いてくださったりあとはまあ本瓦かね昼休み下まで降りてきてなんかあのえなんかレジャーシートを敷いて食べてる人もいたんですよね。みんな自由だったね。自由だただ言うことは聞いて違反する人はいなかったしゴミが散乱するとかいうことも。 なかったんだよね。本当に。本当に皆さん。やっぱさすがなんかなんていうの信頼関係。我々の。はい。本当にありがとうございます。あのご除会におけるリレートイレは有名じゃないですか。ここ空いてます。左の2番を空きましたみたいな有名な。エグゼーションが一丁っていう。有名なエレベーターしかりトイレしかり。そうそうエレベーターもそうね。ブッーもそうね。1階のトイレ今空いてますとかね。 有名ですけれども、今回もまた、ちゃんと自分たちで。はい。すごい。勝、はい、つ鳥、濁さずです。いや、なんか何があって。はい。私たち、ちゃんと生きてきたなって感じしますよね。ね出るね。出るね。で、私たちちゃんと生きてきたな。うん、我慢。 我慢してきたからやっぱ出ちゃうんだよねここでちゃんと今まで、ねうん、ちゃんとルールを守ってきたことがだ今はルールを守りながらどこまでふざけられるかっていう,うこのチキンレンスただ玉入れはルール守んなかったあれね音響が聞こえないっていう噂もあったんだけど <laughs>、ええ、でも2回目戦3回戦あのね何が起こったかっていうと玉入れは堀会長の本当思いつきで直前に玉を入れてる時と音楽をかけて踊る時に分けましょうっていうですね最近の小学校幼稚園とかでやられてる突然おばさんに <laughs> 会長の思いつきが会長の思いつきでや で音響のあれもあったりとか歓声がすごかったりとかもあったんですけど玉入れして、ええ、最初ピーチで玉入れ始まって音楽に変わっても誰も踊らないでずっと玉入れって,て <laughs> 違法行為が横行してて。<laughs> おばさんはやっぱ怒られたことが最近ないからほら注意されるらやめなさいとか言われたことがないから聞かないんだよねで<う> 1>, 1回戦終わった後に音楽かかったら踊ってくださいねお願いしますよって2回戦の人たち、うん、音楽かって全然踊んない3回戦でようやく言うこと聞いてくれる <laughs> ずっと入れてそ<う>ずっと入れてるからまあでもほら はい、ああいうところで私たちやるの初めてだったから声のさ出し方とかも分かんなくてマイクでその私の声なんか全然聞こえなくてがなっちゃってね申し訳なかったなと思ったりしたんですけどそれでもたくさん皆さんからご感想のメールをいただいたんですがこれが何がいいってもうエピソードもそれぞれ違っていいですか 須さん,美香さんおはこんばんちは,は,んんちはたった今緑のオーバーザさん安全第一私たちの大運動会に行ってまいりましたおばさんネームチャンリと申します子どもの都合で前日まで行けるかどうかわからず何とか行けそうということで前日の22時観戦のみチケットをピアで何とか滑り込みで購入すごい、ね、ありがとう。 ソロ参戦。う三、ん、外席でステージからは遠目でしたが、本当に楽しいおよそ5時間で元気をもらって帰ってきました。そうか、5時間やってたの私たちます。すごいよ。<laughs> 時間ギリギリに会場に入ると3000人のご助会員の皆さんの何とも温かい空気がイベントなのにいい意味で緊張感がなく小学生の頃の運動会を思い出させました。うん、家族みんなで敷き物を敷いてお弁当を囲むあの温かい感じ。午前中の競技でひとしきり盛り上がり会場横のセブンにお昼を買いに行くとレジにはご助会員の行列がもう飲んじゃおっかとロング会を手に取るご助会員を多数見かけて <laughs> お酒ダメだよあそこ。<laughs> 外で飲んだっああこんなハッピーな大人による大人のためのイベントが令和の私たちには必要だオーバー・ザ・さんありがとうと強く思いながらハーフタイムショーへショーが始まる直前の BGM が TRF の、e Do Dance「EasyDoDance」で、はい、サビの相手フーを自然と入れ,れ勝手に盛り上がるご助会員の一体感その後登場した鉄友さんの前奏で会場の盛り上がりは最高潮昆布のだしのネタが昔から好きで。 みんなで昆布やってる習慣はもうなんだか楽しすぎてちょっと涙が出ました午後の種目はどれも接戦で観戦飲みチケットですが手に汗握る瞬間もたくさんで競技には参加できなくてもとても充実した時間でした 行けてよかったです。三千人で運動会なんて、どうやってやるんだろうと思いましたが。スーパーエグゼキューションで、本当に素敵なイベントでした。またぜひ第二弾も楽しみにしています。国書がやってきました。皆さん、どうか、無理をせずご試合くださいと、ご自愛ください。ご自愛ください。さんりえさんです。ありがとう。前日二十二時に観戦チケット手に入れて。ね。ね嬉しい、えー。ラジオネームにじますさん。えー、スーさんさみかさんは、こんばんちは。二十八歳のおばさんの稚魚にじますと申します。 イベントから一夜明け筋肉痛と重速化に包まれながらメールを書いています。はい、緑のオーバーザさん、安全第一、私たちの大運動会、本当に楽しかったです。うん、私は綱引き3回戦に三日組で参加したのですが、はい、大白熱の2回戦の後、我々も負けじと、なりふり構わず顔をしかめ、おたけびを上げながら綱を引いていました。うんうん、競技説明の通り、全力を出せたと体感できた時間でした。 イベントを通じて特に印象深かったのが、ご助会員の方々との温かな交流です。自分が参加しない競技の時間はゆっくり観戦するのかなと思っていたのですが、うん、勝敗がつくということで勝ちたい気持ちもあり、また何より参加されている皆さんの奮闘に自然と応援にも力が入り、頑張れいいよいいよすごいと終始叫びっぱなしに。うん、アイドルのライブに行った時と同じくらい喉を酷使したのは想定外でした。うん また私は運良く2択クイズで最後まで勝ち残ることができたのですがアリーナから席に戻る時に周りの皆さんからたくさんの拍手と応援お祝いの言葉をいただきました一緒に参加した妹いく英雄の帰還のようだった <laughs> その様子に嬉しさのあまり泣きそうになりました さらには綱引きで勝った時に周りの方と一体になって歓喜したり、うん、クイズの最後の問題で正解できた時に横の方と思わずハグしたり、うん、お隣の席の方や昼休憩中の写真撮影のレズで前後になった方とも言葉を交わしちゃったり。うん 普段の生活では早々起こらない、大勢が互いに励まし合い、喜びを分かち合うという経験ができたことは、日々の仕事に疲弊気味だった心に希望をもたらしてくれました。これからも踏ん張りつつあの場に居合わせ、今はそれぞれの生活を送っている仲間たちに勇気をもらい、また心の中でエールを送りながら過ごしていけそうです。 最後に大規模なイベントを安全にやり遂げるために尽力されたスタッフの皆様、参加者に惜しみなく恩恵をもたらしてくださったスポンサーの皆様、ハーフタイムショーの見事なステージでみんなの心をわしづかみにした鉄腕の友さん。うん 美しい動きで大東京温度をガイドしてくだ,くださった永田天宝先生とお弟子さん、そして番組を続け、このような企画を打ち、ご助会員を大集合させて、負け変でのスピリットを分かち合う機会をくださったスーさん、ミカさん、吉田ピーに感謝申し上げます。梅雨明けの知らせも届かぬまま、早くも酷暑となっております。皆様どうぞご自愛ください。 28歳でこんなんた人間できすぎくんだよん、ね、最後のこの「漏れのない感謝」とかね全部カバーしたね今ねてかさわかるよね。ねこの五女会員さんがスポンサーさんをちゃんとなんか、うん、あの大切に思ってすごく、ね、嬉しい参加者に惜しみなく恩恵をもたらしてくださった。<laughs> まあでもでも本当にスポンサーとしてくれる人がいなかったらああいう大規模なものはできないのでそうですね本当にありがとうございました常日頃からまあ私たちも口にしてしまっているんですがやっぱりこの一個一個の放送もなんかそういうことなのでそうなんですよねありがたいですいでもあとさあのさヤマハのさ演奏者のプレイヤーの中野さんがエクトンプレイヤーそう。 結構すごい人なんだけど、はい、私たちのために F1 のあのな、はい、さあの T スクエアのティルースでやってくれるじゃ、はい、でみんな「タララララララ」って言った時会場が「キラー!」。 あの,さあのさ、いちいちみんな超面白かったのあのさよく日本とかだとフェスとかで日本人はおとなしいとかライブで猫騒がないとか外国のアーティスト言うじゃない、見せてやりたいよね、キャーって言うわ、うちらを、ね。やっぱね、金銭に触れるとかみんな一緒なんだよね、よねーイージー,ティーです・トゥ・ンス・キューとかさ、<laughs> もうさ、<の>やっぱさ、チクってくるとか一緒なんだね、みんなね。 こましちゃくれてないのよそう青春だ<う>青春だったんだよね,ねみんなのねらねティースクエアドキャ爆笑したけどね,ねでも生で着せるを明日そうそう,そう, <laughs> うわー最高ですすかったありがとうございますえおはこんばんちゃん運動会綱引きソロで参加してもありがとうございます39歳馬さんネームえー、うなこです こんなに笑ってテンション上がりっぱなしだったのは久しぶりでした。美香さん、スーさんが笑い転げている姿も楽しかったです。一人の人を席近くにまとめてくれたのがとても良かったです。うんうん、あ,ありがとうスタッフの皆様。結局でもなんか、ね、一列になってたりとかいろいろあったみたいね。なんか。 まあ一人の人がね、こう固まってるところも、あ、そうじゃないところもあったりとかね、したみたいですけれども、でもいろいろね、スタッフもそういう席順とかも考えてくださったりしてましたよね。はい、普段知らない人と話すのは苦手な私でしたが、周りの皆さんみんなフレンドリーでした。 目が合えば微笑み合いおしゃべりしたりお弁当を食べたり名前も知らぬ人たちで集まって写真を撮ったりとても和やかでこんな風に過ごごせるご助会員すすすぎます、うん、そして何と言っても競技を全力で楽しみ応援し時間も押さずに進められる団結力これもよかった若干巻いたんですよ巻いたのがよかったいよよねね天才だよ、ね、やっぱ早く帰りたいんだよねいやあのイベントで負けるってすごいよほんと絶対押すと思ってたから <laughs> いやでもね、巻いたのやっぱ皆さんのあの、<laughs> 皆さんの力ですよね。そう、かなく。そう。あの余計なところ全部はぶく形で,巻いてくいで。メリハリありでしたからね。素晴らしかった。はい えーと始まった頃には顔が緊張して真面目な表情だったスタッフさんたちが終わる頃にはおばさんたちを見ながら微笑み笑顔で見守っている姿も印象的でした綱引き、三日組で最終戦参加でしたが負けたのは悔しかったでも1人でも参加してよかった。 やっぱこの負けて悔しいっていう気持ちも思い出すお久しぶりですよね,ねこのような夢のようなイベントを企画し実現してくださった皆様には本当に感謝いたします次回の運動会まで体を鍛えておこうと思います鍛えておいてください、ね、暑さがますます 厳しくなっております次のイベントまで皆様ご自愛ください。さいおばさんネームうな子ということでねと次の運動会という話も、ね、しみですね,ね今言葉がありましたけれども次の運動会はやっぱりこうずらっと100人ずらっと並んでパンク競争したいと思ってます。<laughs> あのね <laughs> これね <laughs> クリアしなきゃいけないことがたくさんあるんですよ。いやそういうのは、まあやっぱりそういうことを言ってると形にならないからね。してやってきます。ねねね、やっぱり、うん、ムカデ競争もしてない今回。ね。無課で競争って<や>みんなで足つなげるやつでしょ。<laughs> そうですそうですだ <laughs> からやっぱりやってない競技がいっぱいあった。考えてみると。っっだって借り物競争のことずっとそうね。借り物競争もしたかった。ああうん ね、やってない競技だ <laughs> ったねやっぱリレーもやりたい、うん、リレーやりたいよねよっちゃんねね,ねあのさリレー運動会会長みたいなそのさポジションいつ手に入れたの <laughs> 世界の運動会を見守る人みたいな <laughs> あのある種の IOC 的な何かがあるよね IOC の会長がバッハバッハバッハこちらバッハ美香でございますっつって運動会の。<laughs> 的な今ポワイルドとかんかもらってるじゃないの本当に大丈夫ねいるからやっぱこれはガンとしてもやっぱりこれはパンク競争はやりますっごいさ帰ってから反省したことがあって綱引き最後の綱引きは確かにものすごい白熱してやっぱスポーツってすごいなと思ったんですけどまあああいう時にみんなも白熱して私たちも相当やっぱり。 普段とは違う部分が出てくるというか、えーえー、思ったんですけど、えー、あなたは完全にパワハラでしたよね、はい、あの引いてる自分のチーム <laughs> 負けたら返さねえぞ!」って言ってましたよねでっかい声で <laughs> ちょっとね血が出ちゃいましたねそあれもびっくりして「負けたら返さねえぞ!」ってすごいみたいな絶対勝ってよ 勝ってそう、そう。あのね、<laughs> しかも、で、私は私ですげえイデオロギー臭いの言うことが。そうそう,そうそうそう。この時の勝ちが明日の未来をみたいなこと言って、言ってました、後から自分でイデオロギー臭いなーと思って。あんた言ってたこ。ここを覆すっていうことが人生においてどういうことなのか、うどうのこうのみたいなことを、なんか演説してました、そ,<う>そこで。私は一方的に、負けるのよ。勝てよ。てよ取っていくよ。絶対取るよ。取って。そう 昔の部活をいやなんか監督みたいな,いな買えただけ返さないよって言ってて本当部活の鬼コーチで <laughs> だからなんていうの脳理屈とヘリ屈わかる理屈 <laughs> ゼロのホリとヘリ屈のスーっていう <laughs> ヘリ屈ばっかり言ってて <laughs> ここでの価値はみたいな <laughs> 人生はあそこで長尺で解いてたからね本当にうさいなと思って <laughs> なんで私あんなイデオロギクサイクと言ってたんだろうと思って 反省のね。字が出るね。字が出たね出あそこね面白かったね。そうね。本当に。でもみんなもうでもそれもみんなひっくるめて分かってくれるから多分。<laughs> れそれも、そうそれもなんか劇の一つだエンタメの一つだと思ってるから、うん、みんなはいみたいなはい分かりましたつってでも本当にあのね。<laughs> この年になって自分のためだけに全力を使って自分のためだけに悔しいと思うったことって本当ないのよ。ね、人からなんかなんかかけられたとかそうそう人から足引っ張られたとか、うん、なんかそういうのはありますけで頑張ったけど、はい、悔しいっていうことってやっぱ、うん、しかも悔しい感情を外に出せる時って、うん、ほぼないじゃん。ない。 でまたあの悔しいって思ってもまあいいかっって最後はみんな,なん拍手で終われるっていうのがいいじゃないですか、うん、やっぱり、ね、ダダスタジアム作ろうってなりましたけど綱スタジアムも必要ですよ <laughs> そうで、ね、来て来たい時に来て綱を引くっていう <laughs> あっクサーって言いながらもう最高だったからね,ねみんな本当に本当にありがとうございます、はい、次、えー、おばさんネーム柴犬ぽんぽコさん 7月6日の大運動会、大阪から、中学3年生の娘と一緒に100人 PK で参加しました。大会の時のスポンサー紹介で、ご助会の皆さんが拍手をして盛り上がっているところから、もう目から水が溢れて感動していました。うん、しかし娘は、なんでここで拍手起こるんと。<laughs> 不思議に思ったのか質問がありました。私は一つ一つスポンサーの思いがあることを胸にかみしめながら伝えようかと思いましたが、目の前の感動に浸っていたので、<laughs> 番組聞いてたらわかるねん、と簡単に答えてしまいました。<laughs> うん 日頃から、オーバーザさんのことをしょっちゅう家族に話しており、娘もそんなに好きな番組がどんなのか興味があったこと、横浜に泊まりに行けるという美味しい話でついてきてくれました。リスナーではない娘と来たことを少しひけ目に感じておりましたが、娘から見ると、はるか未来の姿であるおばさんやおじさんたちが絶叫して本気で楽しんでいる姿を見て、おばさんになっても楽しそうと言ってくれたことに、心救われました。えーはい、そして、ご助会員の皆さんとお菓子をもらいながら楽しんでいました。 うん、娘には年を重ねても人生いろいろおもろいでということを皆さんの本気のはしゃぎで伝わったようです。うんうん 運動会にもお一人で参加された方やお友達お連れ、ファミリーなど、いろいろなスタイルがあったと思い,思いますが、私は娘と参加できて本当に幸せでした。うん、スーさん、ミカさんをはじめ、住むところも生活も違う方々が集まって、一つのことに熱中できる場所があることが、なんて素敵なんだろうと改めて感じました。そして、その雰囲気を娘と味わうことができてよかったです。家に帰ってから娘は、タカトシの登場の時、完成すごかった、と、タカトシじゃないよ。 私たちの時代のヒーロー鉄アンド友のことを勘違いしていましたやっぱり世代が違うんだなと改めて感じましたタカアンドも微妙に少し世代が違いますがタカアンドの登場すごかった、うん、まあアンドがついちゃうとねそうね、うん、鉄アンド友だよお嬢ちゃん、うん、ねありがとうございます来てくださって大阪からですもんねいろいろ本当に各地から来てくださってありがとうございます そしてこちらですさみがさんおはこんばんちはごまごまちは30代女大運動会に参加しましたかっこ大玉転がしでおばさんネームかすこです運動会長丁場で少し体が凝りましたが最高に楽しかったですことです一人参加でしたが周りの人が温かく特にお隣の方 c ブロックの一列目なんとかとお話ししながら参加できて緊張が和らぎました、うん お一つどうぞのように横浜ハーバーとハイチュウの詰め合わせのお菓子までくださいましたすごい最高じゃん事前にご用意なさっていたのだと思いますなんというお心遣い早めに帰らなきゃとすぐに会場を出てしまいましたが一緒に余韻を感じながらお話できてよかったなと思って帰路につきましたお腹も空いていたので早速その方から頂い,いた横浜ハーバーをいただきながら運動会の楽しさを共有できましたことありがとうございました私事ですが一 四月のイベントでお二人に触発されて、四月からヤマハさんでドラムを習い始めています。うわーすごーい。嬉、うん、しい。実は前々からやってみたくて、そして最近、自宅練習用にヤマハさんの電子ドラマも買っちゃいました。<ー>ドラマも楽しいです。すねうん、では皆様、運動会後のお体ご自愛ください。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。あの時の、私たちの。うん を見てなんか始めてくれた人がいるの嬉しいね。ねえ、藤井ちゃんのドラムの田中先生もいらっしゃって、そ<う>なんか何だっけ一日でこんなた。九十五人教えてたせだ。すごい。ギネスだよ。ねえ。田中先生来てくれたらめっちゃ嬉しかったね。嬉しかった。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ヤマハのあのマーチングバンドも本当に素敵でしたね。入場曲後ろにあんだけのあのマーチングバンドを背負ってあのヤマト ええー、宇宙戦艦ヤマトに入ってくる、そう、快感でしたね。まあ、あの、だから、終わってから、今三日経ちました。今、火曜が収録です。はい、私はやっぱり、ふと、信号待ちの時でも、あの、宇宙戦艦ヤマトのマーチングが流れます。頭の中に。た、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 って <laughs>。離れないもんですね。やっぱ。最高ですよね。うん、あの歌はね。うん、素晴らしかったです。<う>マーチングも。 さあ、これ最後のメールにしようかな。ちょっと長いんですけど、ちょっとこちらのメール読ませてください。スーサミカさんおはこんばんちはグーテンターク。ドイツ在住のカプレーゼと申します。スポティファイでいつも楽しみに聞いています。ドイツに住んでいるため、リアルイベントに参加できないことを時短だ踏みながら悔しがっておりましたが、うん、この度一時帰国を少し延長したところ、大運動会に行けるとなり、 ピアノ会員登録や連日の猛暑日というめんどく山脈を乗り越え、リ、うん、セールの盆踊り参加のチケットをゲットすることができました。うん、何かの事情で行けなくなってしまったどなたかの分も踊ろうと予習をしてたどり着いた横浜分隊。ソロ参加でドキドキしておりましたが、お隣の方たちとお菓子を分け合ったり一緒に応援したりと楽しい時間を過ごせました。 何よりも私が一番感動したのは、完全に予想外でしたが、鉄友さんの歌、愛しい人よでした。うん、あんな面白いネタの後にまさか歌で泣かせるなんて。うん、そう、歌も歌ってくださったんですよね。はい、思うよりも辛いことに何度心折れても、ダメなとこもさらけ出して生きる方がいい。この歌詞がまっすぐに心に入ってきて、気がついたら目から汗が出ていました。実は、この度一時帰国を延長した理由は、不妊治療でした。 ドイツに嫁いだのは約5年前、日本のかかりつけの婦人会からは、子宮筋腫や卵巣脳腫があるから、すぐに妊娠をしなければ、早めに不妊治療に進みなさいと言われていました。その後、ドイツと日本で計4回の手術、うん、ドイツの不妊治療クリニックでの体外受精、今度こそと思うたびに、伴わない結果に削られていくメンタル、よく言われる出口の見えないトンネルを走っているような、 下がりきった自己肯定感を何とか引き上げて頑張る日々でした。今回の「シミトりマリナーズ風負けへんでグッズ」に書かれていた083という数字は私の生まれ年1983です。うん、不妊治療界隈ではまだ若いとも言ってもらえる41歳。しかしドイツの田舎で知り合う同世代のお友達は子持ちが基本。少し下の世代の子なし夫婦と知り合っても 2年もすれば皆妊娠出産して少し付き合い方が変わっていく。ースーさんもおっしゃっている既婚未婚やこの有無で人の価値は変わらない。私もそう思っています。でも海外の狭いコミュニティにいるせいでしょうか。私だけ時を進められていないようなそんな気持ちになることもありました。 ドイツのクリニックでやれるだけのことはやった。でもまだ子供を諦められない中で一時刻の際に日本の不妊治療クリニックに行ってみようと思い立ちました。何よりも私はやれるだけのことをやったのか、絶対に後悔だけはしたくないと思ったのです。愛する夫となら二人だけの人生もきっと楽しい。でも愛する夫だからこそ彼の子供が欲しい。 夫は日本で一緒に診察を受けた後、先にドイツに帰国し私が日本に残る形で治療を進めています。うん、自分で決めたこととはいえ夫婦離れてまでトライする意味はあるのかもしダメだったらなど後ろ向きな考えが繰り返し浮かんでくる中スーさんミカさんに元気をもらいたい負けへんでとご助会員の皆さんに背中を押してもらいたい、うん、そんな気持ちもあって運動会に参加しました。うん 誰かを全力で応援するって最高ですね。あんなに何も考えずに大声を出したのは久しぶりでした。特に綱引きは、ただ綱を両側から引くだけなのに、こんなに興奮できるのかと、オリンピック正式種目にしてほしいくらい熱くなりました。うんうん、長丁場となった2回戦と3回戦の引き終わった皆さんが床に崩れ落ちる感じ、あれは本気で引いていないと出ない疲労感です。本当に皆さんお疲れ様でした。 パワーをいただきました。うん、滞在中の実家でリビングに YouTube を映して練習した盆踊り。 父にどうしたと聞かれ、あ明日必要でと言い、怪しまれ。運動会に行くと言い出す41歳の娘に、準備できた帽子と水筒を持ったと聞く母。しかし練習も虚しく、会場でターンや足の動きがついた瞬間に全て分からなくなりました。分かる分かる。<laughs> それでも50会員さん、みんなと踊った大東京温度は、キラキラした夏の思い出です。すみません、長くなってしまいました。うん 特に募集されていたお便りテーマではないことは承知でしたが、私の同一生活を支えてくださっているオーバーザさんに、この機会にお礼をお送りしたく腕を取りました。これからの治療がどんな結果になろうとも、私は負けへんで、むし、うん、ろ負けなんてないそう思って頑張ります。うん、連日酷書が続いておりますが、くれぐれも水分補給をお忘れなく、皆様どうぞご自愛くださいませ。 えー「PS」「いつか妊活や不妊治療についても取り上げていただけたら嬉しいです」うんうん「不妊治療をやめた方のお話や、うん、子供を持たない選択をされた方のお話なかなか伺えないので聞いてみたいです」ってうん、うん、そうだよね「うん、ねあのできました」っていう話をみんな最初は探すだろうし「うん、どこの病院がいい」とかだけど、うん、まあ子だからには恵まれなかったけど私には他の宝があったよっていう話を、ねうんうん、確かにね、うん、聞くのはいいし。 あとあの全く子供を欲しいと思わないで、あの過ごしてきてしまった私のようなフラットな人間もおりますけれども、あのまあその辺の話もいつかできるようになるといいですね。うんうん、そうですね。でもあのやりましょうね。ね、うん、またね、今の考えを持っている人もいるし、ね、いろんな状況でこうなったという人もいると思うのでね。そうなんですよ。なんかそれがあのちょっとでも力になるといいですよね。ね。 ありがとうございました、うん、いま本いました、うん、いやでも本当とに何か皆さんが集まってそ<う>こんなバカさんぎしてみんなで泣いて笑って、ねうん、筋肉痛になってい,いつもなんかちょっとあの80年代のロックアーティストみたいなこと言うけど、うん、いつも皆さんの力をお力を借りてることは重々承知してたんですけど。うん 今回ほどおばあザさんって結局ご助会員のものだなと、いうのをかみしめたことはなかったですね。本当ですね。我々は単に旗を振ってるだけですね。うん、みんな必死で応援しててもう,そう本当にいやー。 あのどっかで必ず映像を見せられるようにしますね。短くなると思うけど、よろしくお願いします。こんな感じだったよっていうのを共有したいですね。みんなとね。はい、ぜひぜひ。また次の運動会。まだ言ってる怖いわ。次の運動会、皆様お楽しみに。会長。 あの朝網くぐるやつもやろうよ網く<あ>障,障害物競争ね障害物競争とかね、うん、やろう障害物競争も内容考えるとまた怪我空気でスキ切ったりする今回 <laughs> で<も>あの大きな怪我がねなかったのもかったで、ね、そうですね急ごはんもしっかりねスタンバイもしてたりねして万全の体制でしたけれどもまたね、はい、みんなで集まってそれまで 股関節回しておいてください。そうですね。本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。マクヘンで T シャツとタオルは通販でも購入可能です。そうでそうでので、そちらもぜひぜひでございます。てて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 て。私たちがね、そんなこと言ってるだけの番組じゃない。この硬派な番組。田原総一郎です。ノーパン。ノーブラ論争です。論争です。 大論争が今巷で起こっていますがもう都知事も決まったのでこのノーパンノーブラにも決着をつけようというところでございますそうなんですよちょっとノーパン与党なのかノーブラまあ本当にあの前回の本宗で崇子がノーブラだったとノーブラでちょっともういてもたってもいられずにブラをして戻ってきた自分ひよってた自分を 攻めたっていう態いがあったわけです。で、私に、あんたノーブラいけるっていうから、いや、私はノーブラ大丈夫ですよ。うん、でノーパンはって言ったら、ノーパンなんてあんた。とんでもないっていう話を私はしました。まあ、でもね、考えてみてください。ノーブラっていうのは。こっちが外に見える可能性があるけれども。ええ、ノーパンは別に誰にもバレないっていう話をしたら。いや,いやいや、なんか。堀美香が。<laughs> 何かが出てきそうとか、何かが入ってきそうとか、わけがわからん。<笑><笑>お前、布一枚何期待してんのいや、ちょっと待って。布一枚が、本当あの、なん東京都に配られた、あのマスク覚えてるちょっと待って。東京都じゃないわ、あじゃあ、そのマスクがあったとしたら、あの一枚しかないとしたら、あんたどこに当てるのし、ノ、ノーパンの方でしょだっその手をやめろ。<laughs> 股間のところに指を入れるような手をやめろ。ね、<laughs> 胸、上か下かにあのマスクを、 あの布しかないもう人生であの布しか支給されないとしたらどっちに当てるんですよいやそりゃあそしたら下ですよだけどそれはなぜかっていうと <laughs>、ね、布がそれしかないわけじゃないですかでもそうじゃなくて服を着れてその状態でパンののの下ににあるものは服の上に主張してこないじゃないいですかいやいやいやでもいやだからちょっと分かんない人だなと <laughs> い,やいいですか <laughs> 私たちのおっぱいには乳首がついてるんです、うん、この乳首が干渉して何かこう主張してくることによって社会に何らかのさざ波を立ててしまうわけですよだけどパンの方は履いてなくても座ろうがったトークが何にも出してこないじゃないですか。 でもそれはあの乳首は対人っていうことですよねそうですう社会性で,で,です,です社会性です社会性ってことですよねはい、はい、なんか私は言ってるんですけどもやっぱパンツの方はやっぱ自分を守るっていうことなんですね人人対人じゃないです防衛,防衛なんです、ね、だからそれは基本的人権だって言うんですパンツはパンツは防衛おっぱい待って待ってパンツは防衛乳首は外交ってことだううことなるほどですよ。国家レベルだ<う>国政だこれ <laughs> ら防衛と外交外交,外交か防衛ってことになってやっぱ、ま、守らないといけないでしょまず防衛は、まあ、ね,そうね守らないといけないんです防衛庁だったんだった私外務省だったからさいやだからねやっぱここここですよねここの感覚のズレですよね、うんまあ、でもねこ,これね前も言ったけど「へ、えー」部は人前でしない、えー、でも一人でいるときは「へ、えー」部はするじゃないですか <laughs> いいですかうん これは、つまり、部は社会性なんですよ。ええ、そういう、そういうことです。で、おしっこは、人前では漏らさないけど、一人でも漏らさないじゃないですか。これやっぱ自分との約束なんですよ。そうです。だから自分との約束ですよで、パンツはそっちなんですね。そういうことですよ。パンツは自分との約束なんです。プロミッシングパンツなんですね。だから、誇りってことです。要するに。なるほど。ディグニティ。 自めへの誇りなんですこれは。デュニティ。小さい頃から誇りを持ってって言われました。まずパンツ履けって言われたでしょ。<laughs> 言われてない。お風呂から入ったら虫 <laughs> 入るよって言われた。言われないわ。虫入るから入ったら。入っただけだよそれ。虫が <laughs> 入るからミカちゃんパンツ履きなさいってもうちの母が言ってたもんよく。はいだやっぱそこまあ基本的人権としてのノーパンのま <laughs> でメールもいただいておりますんでちょっとじゃあそちらのノーパンノーブラの方でございますけれども。スーザンミカさんおはこんばんちは。 アンケートの回答だけにメールいたします。私は美香さんと同様、ノーブラ派だから。社会性のないやつだってことで、はい、外交が下手なやつだ <laughs> え、ノーブラ派、外出の時に、ノーパンはありえない派の人間です。ノーブラだったら OK だけど、ノーパンはありえない。シェルターでも掘ってろよ。何か出るとおっしゃっていた美香さんの意味はお察しします。<laughs> 何だよ。<laughs> そう。私も <laughs> 私も織物がアウトするのが気になってノーパンはありえませんお尻の周辺の肌が擦れるのを感じるのすら気持ち悪いですえー、なのでティーバッグすら履いたことを想像すると気持ち悪くてこれまで着用したことはありませんあパンツ以外の布が皮膚に触れることが嫌なんだお,お尻のってことだよね おそらくバストサイズによってそのお悩みは違うかもしれませんが谷間がこぼれる心配のないサイズなので気にもしてないし逆に気にもされませんって <laughs> パンツを履いていない不安感違和感は想像しただけでとても外には出ていけません以上アンケートの回答でしたありがとうありがとうございました厳粛に受け止めます すーさん美香さんご助会の皆様おはこんばんちは私は京都在住の30代ラジオネームソルフェージュと申します、はい、先日のノーパンノーブラの投票が京,京都のノーパンはまずいって何言ってる <laughs> はんなりノーパンなんだよ <laughs> はんなり熱いお砂って言ってはてないってことですノーパン,パンまずいって私も一票を投じたいと思いメッセージさせていただきました究極の選択ですが私はノーパンを選びます、うん、イエーイ なぜなら、脳パンでアウトするものは骨盤底筋などあらゆる筋肉を締めて正しい服装をしていれば防げるけれど、脳ブラによるポッチや垂れはどうやっても防げないと考えるから、代 <laughs> わりに口っぽくていいの、ね。わかる。筋肉でどうにもならないもんね。過水した乳腺はどうにもならない。 えー、古臭い考え方になるのかもしれませんがこの考えの根底には自身が通った中高の教えが多少なりとも影響していることに気づきました学校の制服は創立以来ずっとデザインが変わっていないセーラー服靴下とリボンは通年白色もちろん学校指定のものと高速で決められていました靴下とリボンが白いのは学校が第二次世界大戦の渦中に存在していたことに、えー、ゆえんするようです 戦争を経て、街は路頭に迷う人で溢れ、無秩序で混沌とした状況だった当時、自分の身を守れるのは、学校に通っている証の制服と手入れの行き届いた白いリボンと靴下だったそうです。今の状況では考えられませんが、当時は薄汚れた服装では人さらいにあったり、命すらも危うい状況だったそうです。 決して聞かざるというわけではなく TPO に合わせて身なりを整えることこそが自身を守り、そして社会性にもつながると教わったように記憶しています。今の平和な日本では服装で命の危険を感じることはありませんが、一人の女性として社会で対等に働いていくために身なりを整えるためにもブラを死守することを選びます。うん、とはいえ、私もブラという鎖から解放されたい思いもあります。群れない、ずれない、締め付けない。 となれば仕事のパフォーマンスは今より格段に上がる気がします。それでも鎖を外せないジレンマに今日も抱えて職場に行ってまいります。ノ農ー家ーもノーブラーも私のアイデンティティに反するためどちらも譲れないのが生じる直なところですが私は社会で生き抜くためにも以上の理由でノーパーを選びます。 の皆さんの意見も気になるのでこのトピックを取り上げていただけることを楽しみにしています驚くほど暑い季節になりましたどうか無理をせず皆様ご自愛くださいオーバーいやーという意見でしたね,ねこちらいいでしょうか私はノーブラ派ですはい、はいはい、だからどっちかって言ったらパンツ履く人ですね,ね、うん、私ははノーブラ派です。星ののさまの一文大人は誰も。 はじめは子供だったとあります思い出してください子供の頃男女問わずパンツ一丁でしないとあませんでしたかありましたねそういう時代がありました水遊びしませんでしたかしましたよ子供の頃からの習慣で表に出る時にはパンツを身につけるという感覚があります 電車でノーパンで直履きまたはスカートにノーパンは外からは見えていませんが自分の内なる気持ちがふわふわしてしまい公共の場で自分を保つことが厳しいです。星星だ。サンテグジュペ引っ張っ張てきたねえ <laughs> ノーブラを主張するためにサンテクジュペジ目に見えないものが大事なんだよ <laughs> だから別にポッチが見えてたって関係ないんだよ <laughs> スカートの中の目に見えないものが大事なんだよ <laughs> でもさヘビが飲んだゾウみたいなのち,ちょっと聞け <laughs> おいおい またた目見えなくなくってきた大丈夫かそれ泣いてんだてで <laughs> <だ>、ね、<laughs> えっとまたそういった場でできるだけ迷惑をかけたくないという気持ちが強いですしノーパンの私が座った椅子に他の人が座るというのも申し訳ないと感じてしまいます私がノーブラだった場合羽織り物や腕や手でカムフラージュします 新たな発想での羽織物の巻き方腕や手を使ったポーズを開発すればいいんですもの最後に星の <laughs> ね、待って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 ね星のおじ様の一番大切なことには目に見えないこの言葉に全てが込められていると思いますご配読ありがとうございましたご愛読ラジ,オラジオネームとモさんでございますそうです 一番大切ななことは目に見えない。そうそれはスカートの下ズボンの下のノーパンです星の王子さまの冒頭で一枚の絵が出てきますはい。大人はみんなそれを帽子だって言うんだよ <laughs> だけどね本当は象を丸のみした上髪みの絵なんだ怖いよね怖いよねちょっとしたものそれ乳首なんだよ上 <laughs> ば みんな見えてるんだあれちょっとしたおできに見えるでしょうわばみ服の中に入った乳首なんだよなるほど、ね、星の王子様から学ぶノーパンノーブラ怒られるぞ先 <laughs> さんミカさんおはこんばんちはおばさんねルキです昨年10月に新潟から東京へ単身赴任新潟へ帰省する新幹線の中でノーパンノーブラ派のメール募集と聞いてすぐにメールを打ち始めました「私は絶対ノーパン派」理由はノーブラはやっぱりポっちが気になるから でも私が皆さんにお話ししたいのは小学生の頃の頃話です。はい、小学校高学年の頃水泳部だったんですが何度かノーパンで帰ったことがあります<ー>夏休みの部活の時家から水着を着て学校へ向かうのですが帰りのパンツを忘れるということを何度かやっています虫がいるって。それと自分のパンツだと思って持ってきたものが保育園児の弟のものでさすがに小さくて履けずノーパンで帰ったなんてこともありました すーさんが「濡れたブラジャーは外したらつけられない」と言っていましたが濡れたた水着着のの上に服を着て帰るというのも無理でした <laughs> 私は当時スカートは履かないタイプでしたが今思うとノーパンでも何事もなく無事に家に帰ることができて本当に良かったなと思います。えー、どうぞ皆ささんご自愛くださいませということでありがととううございいます、はい、ということでこの「ノーパンノーブラ論争」ですが皆様からたくさんのメールをいただきまして。 えー、こちらですねなんと結果が出ました、はい、発表いたします、はい、ノーパン派ノーブラ派まずノーパン派ブラが大事っていう人です、ね、ブラが大事です、はい、ノーパンでいく私はブラジャーだけはつけていきたいイエスブラですね、はい、48%ってことはつまりノーブラ派私はパンツが大事っていう方がい 五十二パーセントです。ありがとうございます。しかしその得票差。しかしその得票差なんと。三票。やっぱり。星の王子様なんだよ。<laughs> 政治は三票で変わりますからね。首長も三票の差で変わるって言いますけど。<laughs> ね、今回は、はいえー、ノーパン派が野党です。はい。残念ながら。そうでした。の、ノーブラ与党でいきます。ええ、そうですね。だから、あの、マニフェストとして、みんなパンツをはけっていう。そう、ファな党だね。 マニフェストパンツを履けっていうと、あのマニフェストをあの今期あのすべてに行き渡らせた実現していきたいと思っております。あの公約を制作実現、はい、パンツを履かせますみんなに。皆さんえパンツを履くことによって公約を守ってっていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ジェンスートホリエモンのオーバーザさん。 さあ、お一つどうぞ、心ばかりのアミノさん、メールたくさん届いております。ありがとうございます。ありがとうございます。緑の大場さん、運動会へのご協賛も、川内さんありがとうございました。ありがとうございました。うしたもう川内さんがいなければ、ここまでたどり着かなかったい。いや、本当そうよ。本当に本当そうよ。うんはい、内さんからのお手紙届いております。はい、ありがとうございます。 阿美のおばさん川地です。スーサミカさん週末はお疲れ様でした。お疲れ様でした。した笑顔に溢れたおばさんだらけの運動会。阿美のバイタル公式アカウントにも書いてしまいましたが、こんなに楽しいイベントがあるなんてと胸が熱くなりました。本当そうだった。うん。ご助会員の皆様にもたくさんの方にお会いでき感激しました。皆さん川地さんと写真を撮って。<laughs> 一般人の川地さんと写真を撮ってネットに上げてるのがすごい面白かった。<laughs> <laughs> そしてブースでは運動会限定のおばさんセットを販売したところ驚異の完売、まあ、みんなわか分かってる分かってる河内さんが胸を張って誇って会社に報告できることを作ってくれてありがとうございましたでもしかも本当にね 実感でできますすからねそうなんです川内さんへの恩返しとともにやっぱりアミノ酸商品がいいっていことを知ってほしい何ヶ月何年にもわたってみんな分かったんだと思いますが。うん、ちょっと見てよ、はい、私えええリュックからアミノ酢おばさんがはい。 アミノ酸ポーチが出てきましたもうオールアミノ酸のこのポーチ<あ>これ音に分かりますもうね、砂浜みたいな音してるんですけどこれ全部アミノ酸だから味の素アミノ酸ポーチでございます、はい、あの勝手に作ってるんですね私 <laughs> そうですよね30分ぐらい常に持ち歩いてるいろんな疲れた人にあなたはね一<う>本どうぞっていうふうに差し上げてるわけじゃないですかそうでございますよ私何度あなたからもらったことか今日も追い,つけに置いとあてたんでだから <laughs> あんたなのそう 地蔵みたいなことしてるんだねそうそうゴン狐みたいでしょゴンお前だったのかって撃つなよ打 <laughs> つなよ打つなよ <laughs> すーお前だったのか絶対また足りないと思ったから今日置いといたのよすごいなんでここに一つ置いてあるんだろうって思ったのよ私はあなたのために私が持ってきたのよ <laughs> 私は八兵衛かゴン兵かわかんないけど <laughs> ゴンギツネ。八兵衛も鴨鳥ゴン兵も全く関係ない <laughs> すごい こんな風にねそっとアミノ酸を差し上げる体質になったんですし、ね、ブースでは運動会限定のおばさんセットを販売したところ驚異の完売。そそこ読んだそこ読読んんだだもう <laughs> 何回でも読みたいじゃない <laughs> 上司をはじめチームのメンバーともども御礼申し上げますいやいやご助会員様もありがとうございます,すありがとうございましたこの暑さですがまだまだ夏は長いですご助会の皆様ぜひアミノ酸を取って健やかにお過ごしくださいよろしくお願いします,す、ね、さあそんなお一つどうぞのシーズン 2,、はい、え2アミノ酸商品を差し入れたい身近な人はい 教えてもらってますので,ですじゃあ美香ちゃんからお願いしますはい、まずこちらですね、えー、スーさん美香さんご助会の皆様おはこんばんちは埼玉の肉じゃが49歳ですお一つどうぞ単身赴任中の夫へパワーを送りたいですもともと節約志向の強い人でしたが単身赴任となってからいかに食費を安く上げるかという点に尽力しているようです、うん、自炊は面倒だし自炊スキルもないので株式 株主優待を駆使して現金は使わないというゲーム感覚の節約で株主になっている外食チェーンを渡り歩いております、うん、それ以外では白飯だけは炊いて近所のスーパーで惣菜を調達したりいずれにしても栄養状態は大丈夫かと心配ですまだまだ子どもたちの教育費がかかるラフォーです、はい、そして赴任先には関東よりも暑い地域に行っております<ー>夏バテ防止にお一つどうぞ 無理して帰ってこなくていいから。<laughs> そっちで元気にしていてください。かっこ本音。ということでございます。最後のところが本音でしたね。はい。ええ。あの、心配だけど、別に。 帰ってこなくてもいいっていうパワーは送るがお前は帰ってこなくていいっていう非常にこう率直ないや,いや一応心配してるんでしょ帰ってきたらね,そうそうね心配はしてるけど、はい、帰ってきてあ疲れたとか、うん、あなんとかって言って世話する人間一人増えるぐらいだったら自助してくれってことでしょアミノさんを送るからってことですアミノさんでなんとかやってくれってことでございますお気持ちよくわかります、ねね、そんなお気持ちもいいじゃないですか、はい、ねありがとうございます、はい 私の方からも一つ読ませていただきます。スーサン・ミカさん、スタッフの皆さん、ご助会員の皆さん、おはこんばんちは、おばさんというにはまだ恐れ多いですが、27歳、セレーナと申します。サイレントリスナーでしたが、初めてお便りさせていただきます。以前、単身サッカー選手になると、ブラジルに飛び立った息子さんの話を聞いて、少しドキッとしました。私、旅立った娘の方です。 大学時代中南米の文化にはまりアルゼンチンに留学その後大学卒業後すぐにチリに行ってくると日本を離れ、うん、今はメキシコに落ち着いてメキシコ生活5年目、えー、そんなこんなでお一つどうぞしたい人は私の母です、うんうん、中学の先生になって去年で30年目定年まで働いたのに、うん、去年は 三年生の担任をしたいからと、うん、給料が減額になるもフルタイムで勤務。すごいやっともう仕事を辞めてゆっくりするのかなと思ったら、うん、今年は若手の先生しかいないからと、うん、学年主任に。辞める気ゼロです。うん 実家に住んでいた頃は家はごちゃごちゃで、それでもずっと仕事をしている母に嫌気がさしていましたが、自分も一社会人、一女性として生活を送るにつれ、一日約10時間働き、子供二人を育て、そして働き続ける母、何者、と思うように。また 女性の社会進出が今ほど、うん、過去今でも微妙ですが進んでいない中、教師になると産休育休以外はほとんど休まず頑張ってきた母の凄さが年を重ねるにつれ身に染みてきます。うん、ということで60歳を過ぎても睡眠、仕事、たまにヨガのサイクルを続けている少しだらしないけど私の細胞工お母さんに、うん、お一つとは言わずドカンとアミノバイタルを実家に送りつけてやって、うん、これからも 元気に大好きな先生の仕事を頑張ってほしいと思います。もし当たらなければ個人的にドカンと送りつけてみます。うん、今回はたくさん詰め込んであるとのことなので、お裾分け分は母の代わりに家事をし続け、同じく中学の先生をし続けている父に分けてもらえばいいかなと思います。うん、遠くてなかなか会えず、いろいろ心配もかけていると思いますが、こんな感じで少し親孝行ができたらいいなと思います。大場さんは時差の関係でいつも金曜日の朝に聞いています。 まだ金曜日の最後までたどり着いていないけど、オーバーと心ここで唱えると、心なしか金曜日のだるさがなくなる気がしています。ミカさん、スーさん、スタッフの皆様、そして世界中のご助会員の皆様、雨にも負けず、風にも負けず、どうぞご自愛ください。オーバーという、<laughs> また泣いてる。セレーナさん。ね、あの、 娘がアフリカに行った人息子がね中南米に行った人ブラジルに行った人聞いてドキッとしたわけよ「わしや」と「行った方じゃ」と両親を置いて出てきたとこれあれですか箕野さんはこの方にお送りするわけですよねこのの方にお送りすするけれどもかから実家でいいやや 実家に送りつけてもらうじゃそうですよね。メキシコからの実感。<laughs> 一回メキシコ経由してからそれとちょっと時間かかるんで。そうですよね。実感の重症。いやでも嬉しいじゃないですか。こうやって遠方からでもお母、ね、さん撮ってっていう風に、ね、お母さんがまた素晴らしいしかも、ね。お母さんこんだけ働いてたらね、実感できると思うよ。びっくりすると思うよ。<laughs> <laughs> いろいろアミノ酸、グッズをね、<laughs> はい、あの実感してもらいたいなと思いますので。そうですね。はい、ぜひぜひ、うん、アミノ酸セット、お送りします,いやでもすごい。なんかパワフル六十過ぎても、そうやって、働いてる方たくさんいるじゃないですか、今。今だとて八十ぐらいまで働かないとやっていけないで、働かなきゃやっていけないっていうのもあるし、うん、やっぱり、あの、一旦、あの。 終わってもいいはずなのにやっぱり働きたいって働こうっていう人もたくさんいて素晴らしいなと思いますね。いや働くのがね、うん、一番ね、うん、頭がしっかりしますよ。そうなんですよ。本当にだから、うん、まあ無理は禁物だけど、うんうんうん、でもそれがなんかそうそうあの生きがいにもなってるのであるもね。いやいいお母様ねありがとうございました。うん、はい今日紹介しましたえっ、ー、とまず私の方が。 肉じゃがさんですね。それから、セレーナさん、お二人には、えー、アミノ酸ギフトプレゼントいたします。その他メールを送ってくださった方の中から、10名様。 にもプレゼントいたしますありがとうございますメールの後先ですがオーバー at mark tbs.co.jp まで懸命にお一つどうぞ心ばかりのアミノさんと書いて送ってくださいお一つどうぞ心ばかりのアミノさんはまだまだ受け付けておりますので郵便番号住所お名前をどうぞ忘れずにアミノおばさん川内さん今週もありがとうございました さあというわけで今回はここまでにしておきたいんですが忘れちゃならない7月10日にブルーレイ出ます。そうです。あのもう運動会の方にすぐ気持ちがいってしまいましたが、はい、渋港の 2days、えーはい、ブルーレイが出ておりますので、はい、7月10日に出ておりますので、えー、皆さんぜひですねお買い求めください。はい。 皆さんのご感想こちらもお待ちしておりますねもうあの手に入れたっていう方もいらっしゃいますけど、はい、みんな喜んでくださってて嬉しい嬉しいです、はい、ありがとうございますオーバーザサンデーは皆様からのメッセージお待ちしています送り先は番組メールアドレス over at mark tbs.co.jp over at mark tbs.co.jp アルファベット小文字で over です それではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、堀井美香と、ジェンスーでした。オーバー。TBS